ちょっと質問メールを、ちょっと一個軽めのやつを言ってもいいですか。はいはい、夏みんごさん28歳東京の方、細野さんの好きなおせんべいは何ですか。私はザラメがついたやつが好きですということ。いいね。いいですよね。いい、このぐらいの質問でいきます。そういう人大好き。おせんべいって好きですか。好きだね。欠かさないね。うん、今はなかなかね、美味しいのが最近見当たらなくなってきて、うん、細野さん結構街を歩いて、その、お店で買われたりしますよね。買うよ、でもね、最近気に入った店が一軒あって、はい、お東京広にあるんですよ。どんな味というか、そのとこもうほんと古い店で、おじいちゃんが作ってんだよね。老舗なんですね。でパリンパリンで軽いんだよね。ああいいですね。で昔のガラスケースにはいはい、ザクって入ってて、はいはい、ああわかりますまとめてザクッと、そうそうそう、いいですね。グラム的なのでこう入れてくる。1枚、あ、1枚なんですね。1枚30円。いやー。10枚300円。安いよね。どうやって生活してんだろうそうですね。そうですね。いいですね。だからね、まあ最低10枚は買うけどね。30枚買っていく人もいるしね。へー。その中のこう、なんとか丸って全部ついてんだね。へー。砂糖丸とかね。いい、広丸とかね。いいですね。その一番シンプルな広丸っていうのをいつも買って、はいはい、パリンパリンで軽いんだよ。はい、醤油味。醤油味。でもザラメも美味しいんですよ、こいやーもう話聞いてるだけで食べたいですね。いいですね。これはね、今度ね、持ってきたいんだけど、なかなか買うチャンスがないんだよね。早く閉まっちゃうしね。確かにそういうところは早く閉まっちゃいそうですね。そうで、あのね、今度教えるけど、はい、お店に行くと、はい、奥の座敷があって、はい、まあ今だったらこたつがもう出てっかな、はい、でテレビ見てんだよね、おばあちゃんがいいっすね。必ずそうテレビ見てんだよでおじいちゃんは座ってるから、はい、お店に出てすいませんって大きな声で呼びかけると、はい、よっくらしょって出てくるわけだそれがなんかいいんだね。いいですね。ずっと続いてほしいんですけどね。そうですね。だ、誰か弟子に入んないかなとかね。ああ、そっか、その、なんか、後継ぎの、雰囲気はないんですね、誰かがいるっていうのは。なんか、一人いらっしゃるんですけどね。そうですか。どうかな。ですね。あ、どうかな。あの人、継ぐかなっていう、心配で心配でしょうそうですよね。聞けないですもんね。聞けないんですよ。なかなか聞けない。立ち入ったことなんて聞けないんですよ。そうです。だから知り合いにね、みんな言ってんの、はい、後継がないかって全然おせんべい屋さんじゃない知り合いの人とかに、そう、普通に例えば孫とかね孫って知り合いだよね。あ、知り合いだ。あ、細野さんのお孫さんに言ってるんですね。そっちいいですね。人のところに継がせるっていうのは、そう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 、ちょっと面白いですね。そうなんだよ。それだけ本当続いてほしい切実な、切実です。おせんべいはもう大事ですよ、ありがとうございます、ということです。夏みんごさんね、おせんべい大事。長かったかな。いや、答えがいいです、はい、いいですか。最高でした、はい、じゃあちょっとこんな感じで質問などを、はい、聞いてもらいつつ、はい、この後ちょっと選曲をお互いにしていきたいと思います、はいはい、いやいや、じゃあちょっと選曲に戻りたいと思いますが、戻るんだ、ね、はい、その前にちょっとメールがね、たくさん、来てます、うん、ピーチネームちゃんち、細野さんお気に入りの広尾のおせんべい屋さん知っています。え、すぐ近くの大学の入試を受けた時、面接の印象が悪く絶対に落ちたと落ち込んでいた帰り道に母がその店でおせんべいを買ってくれました、とても思い出深いおせんべい屋さんです。で、受かったのかな、落ちたのかな今はその大学で勉強しています。素晴らしい。あ、素敵。おせんべいのご利益。ご利益が。PS。私がおせんべい屋さんを継いだ方が良いでしょうか。もちろん。ぜひ。安心するな。そうですね。じゃあぜひ、その大学、通ってるってことはもうやっぱりそのおせんべい屋さん取ってるってことだと思うので。そういうことか。直談判をぜひ。継がせてください。あ、もうお任せしたいな、本当に。細野さんに言われたらもうやんなきゃね、ちゃんちはね、お願いします、はい、僕も行きます。そしたら、続いての質問、ヤリーネームイエローさん、細野さんも
タイトスカート好きですか？急に聞かれてもね。ごめんなさい。先々週、あれ、うん、また別のゲストで生田斗真くんが来た時に、はいはい、なんかそんな話になったんです。タイトスカートが好きみたいな。うん、2人して。僕も好きなんです。みんな好きでしょ。やっぱり好きですよね。タイトスカート嫌いだっていう人聞いたことない。嫌いの根拠がわからない。嫌いっていう人はちょっと問い詰めたいですね。何が嫌いなんだと、うん。そうですよね。やっぱ好きですよね。うん、好きだよ。よかったです。なんで女の人しか履かないのと。そっちですか。いや、そっちってわけじゃないけど。確かにこう老若男女。切ればいい。ちょっといいかな。確かにでもね、うん、みんな着てもいい。だからスカートっていうの自体が、そうですね。まあ男の人は昔履いてたんじゃないの。まあスコットランドは履いてるけど。そうですよね。うん、パンツ履かないで履いてたでしょ。ね。まあ楽でいいじゃないね。そうですね。うん、僕も最近何度かスカート履くことが多いんですけど、楽ですよねやっぱり。いや、パンツ履かないっていうか。パンツは履いてます。一応パンツは履いてます。履いてるんだね。はいはい。うんうん。そうなんです。トイレ行く時とか楽だなっていうのは。そうでしょう。スッていう。いいよ。スッっていう感じになっていいですね。いい。絶対なんかいいな。うんうん。日常的に履きたいですね。履きたいです。うん。ちょっとじゃあ。いいタイトスカートに事情ではもしかしてちょっと窮屈かもしれないですけどね。それちょっと勇気がいる。そうですね、うん、捕まっちゃう、うん、家の中だったらいいかもしれない、ね、家だったらもう全然何でも十分ね、もうどうぞ。ちょっとそれは真剣に考えていきたいと思います、はい。じゃあ続いて、神奈川県19歳キーちゃん、細野さんアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。一つ大きなお仕事を終えたわけですが、細野さんは自分へのご褒美とか、うん、大きなお仕事を終えた後はこれをすると決めていることはありますか？温泉行きたいですね。そうです。まだでも発売したばっかりで、うん、まだちょっときっとあのプロモーションは続いてると思うので。そうなんですよ。休もうと思うとプロモーションなんで、うんうんうん、まあもうちょっとだったら温泉行きたいなと、うん、いいですね、温泉好きなんですね。やっぱり一番休めるから。あ、うん、そっかでご飯が出てくるし ね。あ、そうですね、うん、あんまり何食べようかとか悩まなくて済むでしょ、うん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 、何も考えないで済む。そうでもお風呂ばっかり入っちゃうっていう。いいですね。僕温泉入るといつも熱出ちゃうんですよね、うん、弱いね。休めないっていう、なんか頭抱えちゃう。湯あたりしちゃうんです。で気持ちよくて結構長風呂とかしちゃうと割とすぐ、うん、長風呂は良くないですね。温泉大事ですね。パッと入ってパッと出てまたそれを繰り返したりするっていうのがいいみたいですね。それで僕は、うん、ついついなんかぼんやりしちゃって。ああ、分かるけど、うん、じゃあ温泉だそうです、はい、いいな温泉。僕も行きたい。続いてヤリーネームあゆまりママさん、お二人に質問なのですが、今まで好きな女性や付き合っていた女性や、細野さんは奥さんに曲を作ってプレゼントしたことはありますか？すごい生々しいです。その曲にまつわるエピソードありますかってこと。ありますか？僕ないよ。でも、あの、娘さんの名前の曲ありますよね。綾野バラードっていうのあったね。うん、名前だけ借りただけなんだけど。なんて言うと怒られちゃうけどね。綾野さん、ね、うん。だから、その曲が、なんていうの、いい曲だったらいいけど、それほどでもなかったかな。いや、よくわかんないんだ。いい曲でした。生まれた時に出された。そうそうそう、うん、あれってトロピカルダンディ、ね、トロピカルダンディ、裏ジャケにこう一緒にいません、写真で写っちゃってるね。何にも考えずに。本当に無防備で。いや、あの曲ってあれなんですか、あのその生まれた時に作ったっていうことですか、それとも。いや、もう随分 2,3 年経ってたのかな、あんまり覚えてない。そっか。あ、聞いてるんだよな、あや。今ですか、マジですか。あやさん、こんばんは。こんばんは。どうですか。どうですかっていうか、
でもその自分の名前の曲があるっていうのは素敵ですね。どう思ってんだろうね、お父さんが作った、うん、そのこと聞いたことないわ、そういえば、うん、ちょっと今度聞いとこうか。まあ、まあ次の話題に。あ、わかりました、わかりました、すいませんでした。よし、ではじゃあ選曲に、あ、選曲に参りましょう。はい、このグループもですね、あのたまにお話に出て、うん、あの曽根さんも好きだったというザ・ビーチボーイズ、もう、うん、本当に好きですよ。うん、はい、リアルタイム、ね、リアルタイムです。中学生、僕は。そうですか。ラジオ聞いてて、うん、ヒットチャートに飛び込んできて、うん、サーフィン USA、うん、衝撃でしたか。衝撃でした。それまでに あんまりない感じだったんですか。なかった。ああ、そうですか。なかった。うん、なんか僕は生まれた時にはなんていうかもうスタンダード中のスタンダードになっていて、ああ、そうだろうね、うん、いろんな日本人のこうグループとかもこう、うん、ニュアンスを真似したりとかやっぱいろいろ取り入れてる人も多かったので、なんかこうクラシックという感じなんですけど、やっぱりそう、ね、でもその後僕もこう大人になってこうたくさん聴くうちに、うんうん、なんかその凄さみたいなやばさというか、それはね、未だに僕もそうだね。あ、今聴いても発見があるんだよ、うんうんうん、面白いグループ。そうそう、うんうん、僕その日本に前にその来た時に、うん、前座やらせてもらったんですよ。見に行ったよ。いまだにちょっと信じられないんですよ。でも細野さんに、そうそう、細野さんが 客席にいて、うん、そう、見てた見てた。なんかそう、主催の方が誘ってくれたけど、うん、すごいよ。なんかありがとうございますって言ってました、ね、言われました。いや、めったにないことだよね。そうですよね、うんうん、なんかその野さんも好きだし僕も好き で、うん、でもあんまりこう一緒に曲を聴くっていうのはなかなかしたことがないので、今日ちょっと一緒に聴きたいなと思います。ザ・ビーチボーイズで I just wasn't made four times。 なんか曲が途中から流れました。一番いいところから流れてる。熊さん。大丈夫？まあ生放送のいいところですね。そうですね。はい、うん、なんかあの熊さんってあの大きい、うん。熊さんいるね。はい、熊さん、あのエディ熊さん、割とよく曲流すの間違えちゃう。そうなんだ。うん、大変だよこれ。これからライズアップするんです。それもあるのかな、なんか急にね曲始まりましたけど。うん、大丈夫？一回ちょっと鳴らしてみてもらっていいですか？ドア頭。はい。あ、これ。これでいいです。これで、あ、よかったよかった。じゃあもう一回、ちょっと一旦止めて。これです、うん。それじゃあ、改めて曲紹介をしたいと思います。じゃあ今の編集でカットして。あ、カットして。生放送なんです、うん、はい。生放送なんでね。あれですけども。ウェザービーチボーイズで、I just wasn't made for these times。お送りしたのはザ・ビーチボーイズで I just wasn't made for these times でした、うん、いい曲だ。なんか切なくてすごい好きね、うん、ありがとうございます。いやいや